オイスターベイ支線とは、ニューヨーク州にある、ロングアイランド鉄道が所有、運行する、鉄道路線及びサービスである。この支線は、ミネオラ駅のすぐ東で本線から分岐し、北及び東へ進みオイスターベイまで結ぶ。現在オイスターベイ支線として知られているものの第一段階は1865年1月23日に、グレンコーブ支線鉄道として知られる、グレンヘッドへ続く。 ロングアイランド鉄道の支線として開業した。2年後、同鉄道はグレンコーブへ延伸され、1869年4月19日に、同線はさらにローカストバレーへ延伸された。最後に、オイスターベイへ4マイル延伸されるまで、同線は20年間ローカストバレーが終端であった。オイスターベイまで建設する理由の一つは、ニューイングランドへの接続を作ることであった。 大きな桟橋が客車のフェリーの上への積み込みを容易にするために建設された。かつては不可能と思われていたニューヨークからボストンへ乗り黒のサービスが開始されたためサービスは数年間しか続かなかった。1928年までウェストヘンプステッド支線への直接接続がミネオラ駅のすぐ東に存在した。この分岐線は本線と交差し、 しばしばとガーデンシテ支線と呼ばれたデルタ線の終端で終了ていた。この支線の旅客営業が廃止されるまで旅客はミネオラ駅で両線を乗り換えた。2009年にはエライダブリュハーはローカストバレー駅とオイスターベイ駅の間にあるウェストショアロードをまたぐ橋を取り換えた。ありがとうございます。